てかやはりみんな高レベ帯のギガノと求めてんだな。あ、もういいとこ取りして、俺経験値僕がいただきます。ドゥルル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 ナイスです。ちょっと高レベル見つけたいですね。高レベル捕まえようよ。まあ早い者勝ちですよ。でも次は高レベルは俺、いやもうお二人のものですよ当然。だよね。はい、報告します見つけたら。ありがとう。いえいえ、またじゃあ。当たり前のようにええー、って言われたわ。まあいいや、俺たち助かるわ。お前らじゃな。残ったのは一つだけ、一人分しかないなんて。いやいやいや、俺自分に使って無敵超人になるっていうのはダメなの。あー寒いな、お腹冷えるよな。あ、でもゾイかな。なんかゾイの方がなんか一緒にいて楽しそう。小林優の方がね、ゾイ。なんかこいつすげえヒステリックだし、なんか。はい、残念でした。そう、聞きたくないわ。二人とも早く消えて。はい、じゃあな、ここで暮らしとけ。お前はやっぱゾイよ。結局勘違いすんな。利用価値があると思ったからお前を助けたまで。やばい、やばい。え、はぁ、せっかく助けたのにお前何にも役に立たねえじゃねえかよ。あー、えぐガチかよ。あ、ミヤだ。やっぱミヤだよな。さっきは必要ないかなと思って我慢した。今は心が欲しいって叫んでた。一回でも破天出たらもうやめる。ガチャ引くの今日。いやでも今なら出る気するじゃん。今なら出る気するんだもん。信じてよ。これって出るから、倍、これで倍になるから。お金倍にして返すから。出なかったらみんなから責められるかもしれない。でも出たら僕が正しかったという証明だからね。いやそうなんよね。はい、僕が正しい。おい、適当なコメントしやがってや。この流れでいくと良くないことになる。勝ち逃げ勝ち逃げ、次絶対来ないって。え、じゃあかけてもいいよ。次来るか来ないかでかけて、僕が来ないでリスナーが来るにかけるんだったら引いてあげるけど、もうそれで来なかったら本当責任取ってもらうからね。来たら正座するわ。ああ、いや本当僕はもうリスナーさんのことが大好きで配信やってて、すいませんでした。正座してやるわ。じゃあ原神正座してます。すいませんでした。小ジョイ、なんか書類あった？嘘、書類にも何もなさそうだったけど。何もないじゃん、何もないじゃん。よくも私を騙したな。よくも騙してくれたな。なんかある、何があんのよ。何もないじゃん、絶対に許さない。あ、なんか書いてた。みんな大好き、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 みんなのことが大好きでたまりません。パートの鍵はここを開けるための、違うか、これを見つけてこれを入れて。あ、マシュマロボックスだったのね。パス系ない、パス系ないんかい。服見ようぜ、俺見たいんだよね。見たろう、だからなんだよ。ちょっと待って、え、なん、お洋服の後ろにボタンがかかる。お前すいませんね。いやー、こんなできる方がいるとは。いやー、もう目から鱗、晴天の霹靂とはいったものでございますね。本当に、いやー、本当に視野が広い。わかるんですね、やっぱりこういう真実みたいなものが。うん、素晴らしい。そんなリスナーもいてくれる、ありがとうございます。誘導がうまい。うまくねえだろ、ゴリゴリじゃねえ。あ、これいいじゃん、めっちゃ可愛いんだけど。うわ、マジでマトリじゃん。え、水色と緑どっちが好きですか？水色と緑だったら、まあ水色の方が好きっすね。オッケーです。緑好きな人もいるか。過激派。緑はもうね、ナメック星人しかね使わない色だからね。ラルフさんは緑がカラーだった？緑が一番いいよね、色って。色といえば緑だよね。他はその他って感じ。緑か緑以外か。爆弾な、ピッピ行ってない？一旦待ってみる。目覚まし、うん、まあ一回帰るか。なんか道違くね。あー、え、これ謎解きじゃないよね。あー、そういうタイプの間ってこと？あー、あるー、どうしろー、助けてー。あ、いけたわ、いらんかった。全然ハルもトウジロもいらなかった。ライバーだった。一人で解決できるもん。
ここは氷の世界。つるつる滑って歩きにくいので気をつけてね。5の1で教えてくれ。赤いスイカを食べたら炎を3回吐けます。四角い氷を溶かしたり敵をやっつけたりできるので使ってね。あー、ファイヤーの感じで使うのかな。かわいいこいつ。このクソペンギンが。ファッションきっしょいなこいつ。ありがとう。キモくなんかない、多様性だよね。どんな人でもいいの。自分が着たい着たい服着ていいけど、本当飲みたいもの飲めばいいってこと。ここじゃないな、アルバイト。ここじゃないな、飲むの。マンダのレイドでね、飛行マンダと鋼マンダが欲しいのよ。だからちょっとそれだけ取りに行きたいな私。まあ、こういう時に自分で探すのもいいかもしれないんですけども、ここはやはり私配信者ということで、皆さん飛行鋼のマンダのテラレイドバトルの合言葉、現在お待ちしております。エレオス・ヴィンセント、皆さんぜひともこちらに貼り付けてください。やる、あるじゃん。いらね、じゃあ。ホラー見てたら寝れんくなった。もう朝や、おはよう。何見たんホラー。ちょっと怖いホラー映画教えてくれ。なんか私ホラー映画一個だけちょっと見ようと思ってんのがあんねんけど、それがね怖いかどうかわからへんから、まだうわっみたいなびっくり系の怖さじゃなくて、じわじわくる系、なんかそのストーリーとして怖いやつみたいなのがいいな。犬の木村見た時あんねんけどな。ちょっとみんな朝から怖い話せんといてよ、怖いの苦手な人おるんやから。やっぱ僕の方が大人ですから。近い間だから分かってないとダメだもんな。そうですよ、何でも聞いてください。僕ならもう何だって教えて差し上げましょう。宇宙って何？宇宙ですか？宇宙って何？無限に広がる空間のことですね。端っこはどうなってるの？端っこというものはないです、無限なので。五条悟？そうです、五条悟です。へえ、五条悟はかっこいいでしょ。宇宙と五条悟はどっちが強い？五条悟ですよ。だって五条悟が宇宙なんですもん。宇宙人間ってこと？だって急に叩かすのやめてもらっていいですか。五条悟のこと。ジャンプ読んでる？ジャンプ読んでないです。なるほど、じゃあ私はお前にいくらでもネタバレすることができるからな、口に気をつけろよ。なるほど、確かに。ああ、そっか。じゃあもう何もあげません、もう今日作ったもの。嘘嘘。弱え。